願いします、こんにちは、ロミロクセスどうぞよろしく。今日ラスペシー、サンキューありがとう。みんな元気、元気ですか。オッケー。だからケンジにちょっと一言先に言っとけよ。ケンジ、スペイン行っても元気で頑張ってください。What can I say? I can we are Ramirez to this package today! Let's go! We are!
プーチンとかアフォーズライフと出会ったんだね、ナナさん。アフォーズライフは俺高校の文化祭ですね、僕の修徳高校の文化祭に僕は衝撃を受けて、今日も衝撃を受けたな、鶴瓶さんにはやっぱり。そうで、その時大体あのね、そのチャッカメンってバンドいて、そのラスプーチンのベースにやってるケンジがチャッカメンで、まあそういう感じですね。チャッカメン。で、結構すごい時間が経った。同じ高校、そう、修徳高校。結構、なんだろうね、人生において、すごく、影響を受けた時期に出会ってるっていうので、まあ、ある意味、なんだろう、今度ね、ディセンデンツが来るみたいですけど、そういう、今、対バンしてる、そういう気持ちに今、なってます。そうだろうな、そう、そう。読めなくて、これ今23年目ぐらいなんですけど、やって。でも今、若手の気持ちに今なってます。そんな気持ちにさせてくれたラスプーチンに本当に感謝します。ありがとうございます。で、俺たちまだ23年、これずっとバンドをやり続けてる中の最新の新曲、最新の新曲この前、出したんだけど、ロメオロックス、こういう風にラスプーチンとかフォーズライフに影響を受けて進化したかっていう集大成を今から見せます。アーキー君、エスカーボリテイク。Time to go.
ってるんだけど、あの僕もいろいろあって、なんか普通にバイトずっとしてたりバンドしてたり、結婚したり別れたり、なんか歯が折れたりいろいろあったんだけど、とりあえずね、僕の今の生きがいは家で飼ってる犬と猫なんですね。犬と猫嫌いなやつはマジ全員死んだ方がいいって思ってるぐらい俺は動物がすごい好きで、犬、うちの犬すごい可愛いんです本当に。違う、違うんだよ。ホワイトテリアっていうね、白いやつなんだけど、めちゃくちゃ可愛くて、ほんと毎日一緒に寝てて、寝てるといい感じなんだよね。本当に。でも犬多分飼ってる人いると思うけど、飼ってない人はどんどん飼った方がいい。犬の方がいいから全然人間よりはね。いや、なんもないんですけど、いや、なんかあったかもしれない。でもまあ犬が好きだっていう曲やります。ウェシI'm not afraid to die.
そのまま行くのかと思った。そこは休むのね。え、いやいや、行けるよ。イサム行けるぜ。こんにちは。これまだアスペシーの今日は長丁場のまだ前半戦なんで、こっからどうやら盛り上げていこうぜ。イエーイ。ラスプーチューンは多分すごい古い曲も今日いっぱいやるから、俺全曲知ってるから普通に。何がいいかな。あのラスプーチューン、グッバイブルース回だな。あるあるんかい。もう行くかい。 OK、 まあ、ロメロクセさんありがとうございました。ラスト1曲、ラストソング The Way It's Supposed to Be。